はい、では、えー、ロボットシステム学第10回を喋、えー、っていきます。はい、えっ、ー、とですねで、今日の内容はロスです。はいまあ、ロボットを動かしていると、まあ、押さえておきたいソフトウェアですね。これについて、えー、やっていきますで。手を動かすのを中心にやりたいと思います。えー、となので、まあ、あんまりロスが何かっていうスライドあんま作ってないんですけど、まあ、は端折り気味で。 そうですね動かす前にまあ最低限知っておくべきものをば、まあ、ーっと並べたのはこのスライドなんですけどまずロスがえどういうものかという話なんですけど、えー、まああの正式名称はロボットオペレーティングシステムですで型をえーと頭文字を取ってロスとえ言ってるということですねで何をするものかっていうと まあ、あのソフトウェア詳しい人にはまあこれで通じてしまうんですけどロボットのソフトウェアコンポーネントを作って動作させるためのフレームワークでありミドルウェアであるとういうことですねフレームワークっていうのはあのソフトウェアであのみ,んあのみんなこの決まりに従ってコードを作れば、まあ、このコンポーネントあのプログラムの部品が作れてあの組み合わせるとき問題起きませんよって、まあ、いろいろ取り決めとか、まあ、それを ちゃんと取り決めが守られてないと起こるとか、まあそういうシステム、ソフトウェアのことをまあフレームワークと言います。枠組みですね。で、えっ、ー、と、で、えー、ソフトウェアとしてはまあミドルウェアとして動作をする。ミドルウェアっていうのは OS の上で動いて、なんかサーバーみたいな役割をするもの。ミドル、中間ですね。ユーザーがいて、OS がいて、その間に挟まって動くソフトウェアですね。 まあこういうものです。なので、えー、とミドルウェアなので、あのー、OS ではない。ちょっとここ注意ですね。あロスって書いてありますけど、あのー、OS ではない,いのはちょっと、えー、注意してください。はい、で、えーと、発祥が作った方々の話はちゃんと触れとかなきゃいけないんですけど、あのウィローガレージ社と、ウィローガレージ社、まあ、アメリカの西海岸の会社ですけど、そこでできたものです。まあ、あるロボットのために作られた。 えーまあ、フレームワークですねでフレーームワークはもともとですねロボットに必要だみたいな話はやっぱりソフトウェア屋さんのロボットでもソフトウェア寄りの人では常に議論になってて、まあ、私が学生の時はプレイヤーステージとかまあそういうのはあったんですけどそいつの子孫ですねでいろいろ変遷があってあの今はあの今はつかここ何年ですかね、えーまあ、ずっとロスがデファクトスタンダードになっていると。 いう状況ですでソフトウェアは BSD ライセンスなんで、まああのまあ、いろんな言い方でいきますけど、まあ、GPL みたいなことは起こらない。コードはまあこれ使っててもまあ隠してもいいと。まあ、そういうライセンス体系になってます。ます、あ。ビジネスよりですかね。で、えー、とでロスあのバージョン、ロス2とロスっていうのがあって。 もともとロスって言ってたのはロスンでしたが今日の話はロスンの話なんですけどあのロスンは基本的にウブンツ上での動作がデフォルトですあウブンツ用にいろいろセットアップとかがウブンツでやると簡単というものですねで、えっと、まあこれ以上詳しい話はしなくて、まあ、あのこのスライドはちょっと一,一通り動かしたらまたちょっと眺めてほしいんですけどとりあえずあの私がしゃべるよりまこうサイトにいろいろ情報を書いてありますので まあロスのページはまあこれですね。いろいろ歴史とかあの書いてあります、ね。これもクリエイティブコモンズなんでこうやってバーッと映せますけど、まあ、ホワイロスとかアバウトで、えーとまあ、いろいろあります。はい。で、あとはですね、これ英語だから、まあちょっと怖いかもしれないですけど、あのマニュアルのページですね。ここロスウィキといって、あのー、充実してますで、ね、日本語のページもあります。はい。まあ、有志で翻訳してるんですね。まあ、オープンソースの、あのー プロジェクトですのであの、いろんな人がコントリビューションをしてます。で、私も使うだけじゃなくて、このページいくつか、ほんのちょっとだけですけど、あの翻訳、ちょっと参加したりしてます。あの、ちょっと、あの、ここにあの、更新者、リチウェーだってあ,ある、たまにあるんで、ちょっと見てみてください。はい、探してみてください。はい。で、えー、次いきます。 で、だんだんあの動作の話に行きますけど、えっ、ー、とですね、プログラム、ロスのプログラム自体は、本体は、えっ、ー、と、プロセス間通信を司るものです。プロセスやりましたよね。ちゃんと理解してないと、こう、何のことやらという話になるんですけど、要は、えっ、ー、と、まあ、ロボットをですね、プログラムしてると、まあ、一番簡単なの、一個でかいブ文を読んで、ぐる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 、えっ、ー、と、カメラでなんか画像を撮って、 モーターで足とか車輪を動かして、また画像を撮ってて、ぐる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 やるのが一番楽なんですけど、あの複雑なことをしようとするとですね、あのそうですね人のソース、ソフトウェアを持ってこないといけないわけですね。その時ににシンプラでコードを書いててですね、そこにあの人のコードをコピーしたりとかするのはちょっと難しいですよね。ちょっと絵で書きましょうか。ま、ずっパイ、ちょっとどいてもらって。まあ、自分のプログラムがまあバーっと書きましたと。 で複雑になってくると、人のところがライブラリとか持ってこないといけないと。プログラム、プログラム、プムっププなんて、えーと。持ってこなきゃいけないんだけど、その1個の方文でぐるぐる回すやつだと、これ、あの要はみんなこう、1つのソフトウェアとしてこうまとめないといけないですよね。そしたらいろいろバージョン違いとか、あともうそもそもプログラミング言語が違うとか言って、まあ、そう、難しいわけです。 私も学生の時、なるべくこういうの使わないでおこうって全部自分で書いてましたけど、まあよくないんですけど、あのー、先週の話からするとよくないんですけど、まあそういうことになるんで、これをですね、まあだから独立で動かしたいですね。でこれ今、プログラムって意味でプって書きましたけど、プロセス、失敗したな。プロセス、プロセス、プロセスと。で、こいつもプロセスってやれば、あの別にこいつら言語全部違っても大丈夫ですよね。ですよね。 ただ、えっ、ー、と、ただプロセスっていうのは、これも講義でやったようにメモリーの空間が分離してます。講義でなんでああいうシステム一生懸命やったかってここに結実するわけですけど、覚えてますよね。お互いにメモリーの間はこういう間って絶対に覗けないようになっていると。仮想メモリーになってるんで、えっ、ー、と、この間に、えっ、ー、と、ロスが入りまして、 えとこう通信をしてくれるんですね。だからこのデータ欲しい、あのデータ欲しいって言ったときに、えー、とロスがその中立ちをする。ちょっと意味は違うんですけど、あのこういっぺん、こうなんか、こんにちは、したら、あとはもう適当にこうやってくれみたいな感じになるんですけど、あのーまあ、そういうことをするのがロスのソフトウェア、あのプログラムとしてのロスはそういう動きをするものです。はい、で,で通信するときに、 別にこんなのままロスなくてもですね、自分たちでこれ、ソケット開いてですね、あの通信すれば通信はできるわけなんですけど、それだといろいろ取り決めをしなきゃいけないですよね。で、一番重要な取り決めは多分これなんですね、型。どんなデータで、どういうデータをこ,うこっちからこっちに欲しいかとか、上げたいかっていうのを、あの普通にみんなルールなしで決めると。あの 統一感なくてぐちゃぐちゃになっちゃうんで、あのロ,スがですね、ロスを使うときはこういうふうな型でデータを送ってくれって大体決めてあるんですね。ここで言ってる型ってあの C 言語の型と全く一緒ですけど、ほとんど一緒の意味ですけど、あの型を、まあ、いくつか標準的な型があって、例えばカメラ画像はこういう型,型で流してくださいとか、えー、そういうふうにプログラミングしておくとあの、型が合えばですね。これ 別のソフトウェアにこう、同じ機能の別のソフトウェアにこう入れ替えたりすることはできるわけですよね。ということで、再利用性がこう増すということになります。はい。で、えっ、ー、と、これはいいや。これちょっともう、あの細かい話なんで、ます。で、あとは通信方式ですけど、あのー、 そうですねデータによってはこうカメラ画像みたいに垂れ流しにしといて好きなだけ欲しいとか、まあ、そういうのがあったりとかあとは、もうあの例えばこっちのプログラムからこっちのプログラムに何かやって欲しいって依頼してこっちで待たなきゃいけないとか、まあ、いろんなこうパターンがありますでそういう通信のパターンっていくつかあるんですけど、まあ、ロスの場合はですねパブリッシュサブスクライブモデルっていうのをまあ主に使ってあとはその人に何か投げてなんか顧客が サーバーに何か要求して、で、それ待ってるみたいなモデルも、クライアントサーバーモデルって言いますけど、えっと、そういうモデルもサポートしています。だから、この2つの通信のモデルを使って、お互いにデータをやり取りする。えー、何のことやらと。まだわかんないですね。<laughs> えっていうようなもの,の、仕組みで、を提供してると。 ですね、であとはこれ今単にプログラムの動きの話をしてますけどそのロボットのソフトウェアを書く上で、まあ、便利機能がいっぱいロスの周辺に周辺というかまあロスト一体になってあります1、えー、つはビルドシステムこういう通信の方とかも、あのー、最終的にこうアウトプットするデータとかどんなふうに出しますかっていうのをこうちゃんとビルドして、えーと コード書いた作ってくれたりとか、まあ、この中にあの C++ でコード書いたとのコンパイルとかマセルもまれ、まさに生まれますけど、そういうふう,なふうなビルドシステムとか、あとパッケージ管理ですね。そして、こう塊で g ギターバー上げたりして公開しなきゃいけないんですけど、で公開するときに重要なのは、なんかいろいろ情報が入りますよね。このライセンスとか、このプログラムは GPL ですとかラ、ライセンスの決め方とか、あとはそのプロトコルですね。どんな方使ってるとか。 あとは依存関係ですか、ソフトウェア。こ,のこれを動かすときはこいつが必要ですとか、えっと、そういうのをですね実は設定で書けるようになっています。そういうパッケージの管理のための情報を司るシステムがあ,あとはまあテストですね。次、テストやりたいですね。あの次の週、今の時点で,そうです、ね、テストやってもですね、ちょっとまだ決めてないんですけど、テストをやるかも。 どっかやるかテストやるかですけど、どっちかやります。えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、で、散々喋ってきたんですけど、何分喋りました ?11 分喋りました。で、えっ、ー、と、多分何のことやらということなんで、もうこういうのはやっぱ書いて、書いて、書いて理解したいですね。ということで、あの、書きますし、あとは、そっか,か、その前に、えっ、ー、と、使う実用の例ですね。実用の例でもうちょい今の話を、えっ、ー、と、具体的に、あの実感を持って、 もらいたいので、ちょっとっ使用しているもの、どんなものあるかっていうのを次スライド持ってきましたけど、ロス化されている重要ソフトウェアということで、まずですね、G マッピングとかカートグラファーとかありますね。これはですね、移動ロボットの地図を作るパッケージですね。次のページにデモがありますんで、それ見てやりたいですね。あと、ナビゲーションメタパッ って言って自立ロボットが、まあ、ここから向こう行けっていったときに、周、あ、り、のーまあ、センシングしながら位置計算していくための、えー、ともの一式がもうロスに揃ってます。下手するとプログラム一切書かなくてもロボットが動いてしまうと、移動ロボットが動いてしまうと。今はまあそういう時代ですね。で次に、えー、と重要な、次もう何もないですけど、重要なもう一つ、ムーブイットっていうのがあって、これ今2年生の。 設計政策論さんですか、でやってますけど、あの腕のマニピュレーターの動作計画をやってくれる、まあ、その他いろいろマニピュレーターのための機能を提供する、えー、ソフトウェアのツールですけど、これ、楽でですね、あの腕、最終的にあのこ,うこういう指先をここ持ってきてくれっ,つってこうて、声だけ決めると、こうなんかどこにあってもですね、ウィーンって動いて、こう。 まあこういうふうな軌道を全部計算してくれるんですね。えっ、ー、と、こういうものです。はい。これあると、まあ、これ勉強しなくていい。いや、勉強しなくていいっていうことはないんですけど、まあ、知らなくてもちゃんとマリペーターを動かせるというものですね。はい。いいんでしょうか <laughs> ですけどい、いいんですね。まあ、あの、専門家になりたければちゃんと勉強しなきゃいけないんですけど、あの、そういうのがあります。 はい、で、えーと、あとは、ですね、これも地味に便利とかすごく便利なんですけど、いろんなセンサーのインターフェース、あのセンサーのメーカーがですね、もうロスのソフトウェア用意してくれてますんで、これすぐ使えたりします。あとかはちょっとカメラ使ってみますけど、まあ、すぐ使えます、はい。で、まあ以前はですね、自分でシリアル通信、シリアルポートに何か貸しさせてです、ね、通信一生懸命書くとか、いろいろ苦労があったんですけど、そういう苦労をしなくてよくな,りなっております。はい で、えっ、ー、と、で、ロスを使った応用例ということで、一個自,自立移動、移動ロボットの例ですね。これは、えっ、ー、と、私がロボットを動かしてる様子ですけど、えっ、ー、と、ちょっとスピードが速いんであれですけど、今、あの、パソコン持ってますよね。で、この上でロス動いてます。えっ、ー、と、Mac ですけど、あの、Linux 上で動かして。 で、なんか画面にいろいろ見えますけど、なんか緑色の、これ、あの地図です。2号館の19階のフロアの地図、今、ロボットをですね、私、手で、パソコン持ちながら手でこうやってコントロールしながら、こうやってロボットを動かして、地図を作ってるわけですね。で、この後に、これどうなるかっていうと、この地図で、私がコントロールした通りに動けたら、こうやって動いてくれたり。 するんですね、これ、ティーチリプレイとか言いますけど、最近、あのー、そうですね、企業とかがこれ、ロボットにやらして売ったりしてますけど、まあ、こんなのもですね、まあ、簡単にできますね。あのこれ、そうですね、やろうっつってか、2日でできたんですよねあので。こう地図作るプログラムってすげえ難しくて、まあ、スラムって聞いたことあると思うんですけど、このコード、私、一切書いてなくて、人様のを使わせてもらって、でちょちょいと組み合わせると、えー、こういうものが意識できると。 そうですね、あとはコントローラーでロボットを動かすのもロスの,そのソフトウェアを使ってますし、まあ、その他いろいろ、まあ、ほぼロスで全部組んでるとううなものですねはいえーまあ、ちょっと次いきますちょっと見てみたいですけど次いっちゃいますねであとはこれはマニピュレーターですねでこれ去年の設計政作論の様子で、えー、と2年生有志のやつですけど ツイッター、Twitter、上のビデオですね、えーと。周りはちょっと無視してください。えー、とこれ、そうですね、マルペーター2本で、1つのロボットがこう紙コップをこうやって掴んでタワーにしてて、もう片方のロボットがまあ黄色い何かを投げて邪魔すると。 えっいうのを、ま、講義で、えっ、ー、と、遊びみたいですけど、まあ、作ってたと。で、これは2年生がムーブイット使った例ですね。2年生でもこれぐらいできるよということですね。昔なちょっと考えられないですかね。えー、こちらにこれ結構バズって、今2万1000件の表示ってなりましたけど、結構面白いビデオでした。はい。えっ、ー、と、まあ、こんなこともできるわけですね。まあ、実際今やってる学生さんもいるということですね。 でえー、と動きは、ムーブイット使って、こう動かしたい、こう動かしたい、こう動かしたいっていう腕の動きの座標ですね、みんなあの点々で取ってってで、あとは間つないでくれっつって、ムーブイットに計算させて、さっきのような動きを作ってたんで、まあ、あの、まあ そうですね本当は計算してやった方がいいんですけど、えーと、自分で計算しなくていいというふうに結果的にはなっています。はいえー、とで、ここで勘違いしな,きゃしないでいただきたいのは、これ、ムーブイットがやってくれるからって、自分たちが逆運動学全然知らなくていいかそんなことはなくて、要は逆で、えーと、こういうのはみんなできてしまうので、 じゃあ、ロボットの専門家って何っていうところで、非常に自分たちのアイデンティティが危ういと、えー、そういうふうに捉えてください。勉強しなくていいってことはないわけですね。あとは、ムーイットみたいなソフトウェアを作れば、そのロスの中ですごいあの受け入れられるわけですね。すごいすごいって言われるんで、まあ、そういうようなところを。 まあ私としては学生さんに狙ってほしいと。時間たっぷりある間に、なんか一個有名なものを作ってほしいかなとか思ったりもしております。はい、次いきます。で、えっと、早速、使っていきましょうということで、そうですね。もうつながってんのかな、これ。そうですね。今、これ、あの、ここに映ってる ラズパイの中にいますけど、えー、とまずここにロスをインストールしなければ使えないと、当たり前の話ですけど、ということなんですけどで、インストール結構ややこしいんですけど、あの私がシェルスクリプト書いてですね、配っててですね、結構人気があるんですよ、えー、20.04はまだ誰も使ってないですけど、えー、とそうですね、16.04とか。 フォークにとか、まあ、本書いたからっていうのはあるんですけど、あのー、結構使われててですね、あのー、これ使うと一発インストールできます。と、はいえー、いうことで、あんまりインストールに関しては言うことはない。まあ、保守的じゃないですからね。ちょっとあのスクリプトだけ見ておきますと、まあ、こんなシェルスクリプトです,、ね、そうですね。せっかくだからちょっと説明しておきますか。 えっとまあ、あのこうやって端末にコマンドを叩いていけば、あのえー、インストールできるんですけど、えー、とまずですね、あのー、ロスは Ubuntu のバージョンごとに決まった、えー、とバージョンを使うという決まりになってて、Ubuntu 今20.04想定してやってますけど、えーと、に対応するロスのバージョンって Noetic って言います。な、は、ん、い、でしょう。よく意味わかんないんですけど、16.04が Kinetic。 で、18.04がなんだっけ。もう忘れちゃってますけど、お前専門家がつな話ですけど、えっ、ー、と、メロディックだっけ。えー、まぁ、あ、L、えー、KLMN みたいな感じで、あの、アルファベットでど,どんどん来てます。で、 Ubuntu も一応ですね、こうコードネームで呼ぶことがあります。あんまりこうコードネームで言ってるとなんかすごい嫌な感じなんですけど、あの他の専門じゃない人に通じないんで、私、ロス始めるときになんか知ってる人たちがなんか下り側でキネティックがどうとか何とか言っててすげえ腹立ったんですけど、だからまあ、使わない方がいいんですけど、まあそうは言ってもあのこういう時に使うんで、一応覚えとかなきゃいけないんですけど、u b Ubuntu 二十2 0 0円はフォーカルなんとかですね。もう <laughs> そんな細かい話は知らんという話ですけど、で、えっと、で、次に、こう、で、エコーで、こういうのをですね、あの、この、こういうディレクトに書いておきます。えっと、ありますかね。えっと、これもう、あの、インストールされてるんで、もう設定全部入っちゃってるんですけど、アプト、アプトを使うんですね。あの、ソフトウェアのパッケージにインストールで、ここに、えっと、ロスの意識は、あの、ここにありますよっていうのをまあ書く これどっちかというとあの Linux のアプトの話ですね、はいでえーと。で、これ書いたら、えーと、カールをインストールして、カールってあのネット上から、まあこういう、例えばこんな感じですね。ウェダテック。こうやってウェブサイトからまあこうやってあのファイルを落としてくるようなコマンドですけど、こいつ入れます。 で次に、えっと、アプトに、えっと、ロスのところの鍵を登録します。ここは、ま、私、詳しくないんで、ま、あれですけど、えぇ、鍵登録すると、で、えっと、アップデートすると、えっと、ロスのところからソフトウェアがアプトで入れれるようになって、で、それでロスの、えっと、今のバージョンのロスベースをインストールすると。ですね。で、えっと、で、 まあここら辺はあの2回これ叩いた時の処理なんで無視しておくてあとはなんかもういろいろアップトでインストールしたり、Python3 インストールしたり、あと PIP3、Python3 のパッケージシステムですね。ロスデプっていうの入れたりとか、こういろいろ入れていきます。はい。で、えっと、で、インストールした後に、今度これですね。あの、バッシュ RC にいろいろ設定を書いていきます。はい。これちょっと後で見せますね。まあ、こう3つぐらい書いて、で、その後に、えっと、ド 自分のホームディレクトリに .ros っていうディレクトリを作って、で、自分のディレクトリに、えっ、ー、と、自分のディレクトリを自分のものにしておくというような感じですね。で、まあ、これでインストール終わりと。まあ、こんなスクリプトになっております。で、えっ、ー、と、で、こうバッシュ RC に書く内容ですけど、キャットのミョロスラッシュバッシュ RC。これ シェルを起動したときにこれ読み込まれて設定が反映されるっていう設定ファイルですけど、あのー、そうですね。リムでちょっと開きましょうか。このインストールの時点で、えっ、ー、と、まあ、あるのは、ま、ここ、この3つですね。こいつとソースなんとかとエクスポートとこれですね。だからこの3つは書いてあれば多分このスクリプトうまくいってるんで、インストール終わりということになります。はい。まあ、ちょっとざっくりですが。 大体いいこういうのインストールが一番ややこしいんで、まあ使ってから、ちょっと使ってから理解するかないといいかなと思います。で、これインストールしたらですね、えっと、ロスコアと打ってみましょう。ロスコアだったら、こですね。えっと、こんな風に、こっちに移しますか。立ち上がります。これはあの、ロスのマスターってやつが中で立ち上がってて、 G でっかいんで上回り見えませんけど。で、これは立ち上がりっぱなしになります。で、この状態であの使います。で、こいつが要は、そうですね、あの通信の中の立ちをするってさっき説明したやつで、で、こいつが立ち上がってると、あの、他のロスのソフトウェアが通信ができる、お互いに通信ができるというものになります。そういうものですね。はい。えー、はい。で、えっ、ー、と、これやめたいときは、まあ、コントロール C ですね。 コントロール C、あのー、最終手段じゃなくて、別にバシバシ使っていいんで、えっ、ー、と、まあコントロール C で消します。はい。で、次いきます。はい。で、えっ、ー、と、これをですね、また、あ、立ち上げた、立ち上げたやつが、ここまでセットアップが済んだら、次にワークスペースを作ります。で、ワークスペースって何って、まあ作業場ですディレクトリです。で、まああのー、 統合関係ビジュアルスタジオとか使うときもですね、なんかワークステップですスペースありますよね。ソフトウェア置かれるとこですね。まあ、あれを手動で作ろうというのが次の段階になります。で、これもできちゃってるんでどうしましょうね。ちょっと一遍最初からやってみましょう。えっ、ー、と、ちょっと今いるのをどいてもらって最初からやりますと、えっ、ー、とですね、まず、 ディレクトリーを作ります。えっ、ー、と、メイクディールの P。これ P ってあの、2階層以上、以上こう一気に作りたいとき、メイクディルに指定すると、まあ、やってくれるオプションですね。で、こう CD。で、こうにょ、を作ったディレクトリー系って言ってますけど、これ前のこれって、あの、実はドルハテナでこう打ち込めるんで、これで、あの、移動できます。あの、よくわかんないって人は、まあ、これやってください。 こっちの上でですねでここを、えー、と特別なディレクトリにします。カトキンイニットワークスペース。これをポンと打つとで。これでワークスペースになってくれます。はい。で、ls を押すとですね、なんかこういう謎のファイルがこう置かれます。シンボリックリンクですね。まあ、こういうのが置かれたら OK ということになります。ディレクトリの位置間違えるとあの、あと以後全部何もうまくいかなくなるので、ちょっと注意してくださいね。間違えたらもう一遍これ。 ししてあの最初からやり直しです、すで、えっと、で、えー、ですね、何言いたいのかな、俺は。えっ、ー、と、そうですね。ほんで、このカトキン、なんとかって言いましたけど、カトキン、キャットキンが正しいんですけど、まあ、これがそのビルドシステムの名前です。でい、いくつか種類あるんですけど、この講義、まあ、一番標準なんで、まあ、カトキンっていうのを使ってます。で、ちなみにこれっていうのは、えっ、ー、と、まあ柳、柳、なんていうかなんか、柳みたいにあのふわふわの、なんか、 毛ついた身とか、あとはそうですね。調べりゃいいんですけど。カトキン。ちょっとじゃあゲストで。カトキン。画像やん、まあこう。こういうやつですね。こういうやつ。ふわふわです。こいつのこと言います。で、ウィロガレージの会社の庭にいたので、カトキンっていう名前になったところですね。まあ、あと、こういうふうにパッケージがぶら下がるから、カトキンだ。 いうことも言えるかなと思います。まあ、こういうものです。上のものは無視してください。はい、閉じましょう。はい、で、えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、で、ワークスペース,スペースを作ったら、これもバッシュ RC にあの設定を書きます。えっ、ー、と、で、さっき、あのこ、こうなってた、こいつはなかったはずなんですけど、で、この時点でまあこいつを書くと。そう、数カトキン WS、今作ったディレクトリですね。のデベル。 というところにセットアップバッシュってありますんで、こいつが、あのシェルが立ち上がった時に読み込むようにします。はい。えっ、ー、と、まあ、これでワークスペース設定終わりですね。で、設定終わったらですね、ソースバッシュ RC とかやると、あのまだこれないか。<laughs> ないか。えっ、ー、と、まあ、読んでくれます。設定を。あとはちょっと何回かやるかもしれません。で、これまだ続きが、ごめんなさい。あ でえー、と次のページ行きますよねで。今これ、ありませんって言いましたから、これ作んないといけなくて、えー、とまだこれディレクトリ何にもないんで、ちょっとあのここで一発ですね、コマンドを打ちます。で場所は、ここです。カトキン WS の直下ですね。直下ですね。で、ここにカトキンメイクって打ちます。これワークスペースの中、今ソフトウェア何も入ってないはずなんですけど、いろいろ他に 実は標準で付いてるものがあって、そいつのビルドが始まります。はい。はい。まあ、これで終わりですね。で、今これ、ファインドを打ってみるとですね、なんかいっぱいファイルがこうやってできます。で、その中に、えっ、ー、と、そうですね、グレップのバッシュはあるし、違う。えっ、ー、と、セットアップですね。バッシュって。 まあこうできるんで、で、こいつをあの、さっきあの、バッシュ RC でこう書きましたけど、こうやってソース読み込んでやるということをしてやります。だからここでソースバッシュ RC ってやると、これでシェルがですね、あの、ロスのいろんな機能を使える状態になります。はい。です。で、次。で、確認。ですけど、またなチェックですけど、ロス。 ゲージパスとやってやると、まあ、な多分こういう設定が入ってるんで、でこれがあのなんかこういうふうに出てきたら設定が OK です。これであの使える状態になってます。まあ、インストール作業、でかい意味のインストール作業はまあこれで終わりになります。何やってるのかよくわかんない人いると思いますけど、ま,あ、あのまたあの ちょっと触れるようになってからこういうのを繰り返すとだんだんなんか、これ何やってんのかなって理解できるんで、えっ、ー、と、わかるまで何回もやってもらえばいいかなと思います。で、次ですね。で、次、まあ、この準備した状態で次説明するの、ロスパッケージですね。ロスパッケージで何ロス用のソフトウェアパッケージですということで、えっ、ー、と、まあ、使い方は、 一、えーまあ、つは Ubuntu のアプトでインストールするという方法があります。でもう一つはです、ね、今作ったワークスペースですね、ここにソフトウェアを置いて、正確にはこの SRC、この下にソフトウェアを置いて、あのー、ビルドをし,して使うという、まあ、そういう使い方もあります。自分でパッケージ使って作っているときは、ここにソースを置いて、コードを置いて、ビルドをしながらデバッグしながら作っていくということになります。はい でえー、と今までほとんど、これ何,何やってんじゃこりゃみたいな感じなんで、ちょっと1個具体例を持ってきました。あのウェブカメラをですね、こうやってつないで、えー、とでこのラズパイにつないで,で、この画像をですね、ウェブブラウザーあの、このパソコンですね、このパソコンに映してみようって、まあ、そういうお題をやってみます。 でウェブカメラ用意してねって頼んでないんであの、持ってない人もいると思うんですけど、持ってる人はちょっと試してみてください。で持ってない人は、実はあのカメラ付きのノート PC、まあ、皆さん多分持ってると思うんですけど、あの授業で使ったりしてると思うんですけど、それでもできます。だからノート PC にネイティブに Ubuntu を入れてやるとまあ試せます。あと仮想マシンでもうまくあのカメラをですね、仮想マシンで使えるようにすると、 えー、できますので、試してみてくださいあの。マストではありません。で、早速やりますけれど、まず、アプトでですね、いくつかパッケージを持っていきましょうということで、えーと、このお題の場合はですね、えー、とスードゥーアプトインストール、ロスノエティック、タブ保管聞きます。CV カメラ。これ、オープン CV の まあカメラ画像を読み込むパッケージですね。えっ、ー、と、まあ、これインストールします。で、これ、あの、時間かかるんで、もうインストール済みです。私のもう入ってます。で、もう一つアプトインストール、sudo apt install、rosnoetic cvbridge と。で、これも多分入ってるんですけど、こ,これ入れた時点で一緒に入ってくるんですけど、まあ、念のため叩いておきます。で、これは何かっていうと、その rosc えっと、OpenCV の世界とロスの世界で、あのデータをこう変換したりするようなパッケージです。えー、だからこれとこれ、あの、独立したプログラムなんですけど、それを今2つ入れました。はい。で、えっ、ー、と、で、次いきます。あの、ここら辺の話、あの、インストールスクリプトのとおりちょっと説明しましたね。アプトにこう設定書いておくと、まあ、こういうふうにロスのパッケージが、えインストールできました。 ということですね。じゃあ次行ってみます。えっ、ー、と、で、次。次はですね、あのー、今これカメラの画像をロスの世界に取り込むためのソフトウェアをインストールしました。で、次はこれをロス、このラズパイの中でウェブサーバーを立てて、あの他の PC から見られるようにするパッケージを えー、インストールしますただ、えーと、このパッケージもアプトで持ってこれたんですけど、18.0以前は、20.0の方がまだ用意されてないんで、まあ、せっかくいい例なんで、これちょっとソフトウェアで、あのー、ソフトウェアじゃねえや、ソースコードからコンパイルちょっとかけてみます。えっ、ー、とですねで、まずちょっと準備として、多分 FFMPEG がいるような気がするんですけど、もしかしたらいらないかもしれません。 これあの、リラックスでビデオを扱うようなソフトウェアパッケージですね。ロスト関係ないですけど、一応あの、インストールしといて、で、えっ、ー、と、で、この src、この下で、この下で Git クローンの https の、これ GitHub のページからコピーしてくるのが、まあ、正しいやり方ですけど、g t レイルアシンクウェブ、非同期ウェブサーバー、cpp、 中ちゅう名前だ。Git と。これを落としていきます。はい。で、もう一個。今度は、えっ、ー、と、ロボットウェブツールズ。こういうとこから、ウェブビデオサーバー .Git ですね。こいつを落としていきます。はい。で、まあ、これ2つ入ります。で、これまたビルドします。 もう1個の機能を果たすのに、もうだから、これ、アプトで2つ入れて、こいつでまた2つ入れてんで、4つぐらいプログラムが連携、少なくとも4つは連携すると、そういうことですね。なんで、で、えっと、で、一気にコンパイルかけますが、えっと、まあカットキンメイク、さっき打ちましたね。これ、必ずここで打つことになってます。これをやるとビルドが走ります。ただ、あの、いちいちこうディレクトリー移動するのめんどくさいんで、えっとですね、これ、あの、バッシュの機能を使うと。 カトキン WS に移ってカトキンメイクしてくれと。これ、これであのディレクトリ移動しなくてもあのメイクできますんで、もしよかったらやってみてください。で、これで、えっと、CPU が4つあるから全部使っちゃえということで、ちょっとこれでかけてみましょう。ちょっとこれ時間かかるかもしれないです。実はもうあの、ビルドしたのがあるんですけど、いいでしょう。ちょっとやってみましょう。 まあこんな感じでどんどんコンパイルが走ります。取んないと悲しいですね。ちょっとこの間にちょっともう一個端末を立ち上げて。あれ ?IP アドレスいくつだったっけ いくつだったっけ ?101 か。えっ、ー、と、ね。トップでこう。そうですね。CPU4 つ使ってくれないですよね。最初のどっちが。うんまあ、66%六十六パー。で、ちょっとこう時間かかるんで、ついでに話しておくと。 これどうやってビルドするかって普通はメイクファイルとかで指定するんですけど、ロスの場合は CMake と、こんなコマンドがあるんですけど、こいつで指定します。これあの、これ詳しい人だけ聞いてればいいんですけど、CMake はあのメ,イクファイルメイクのラッパーみたいなもんで、こんな風にですね、ビルドの手順をまあこういう風に c m a k e l i s t t x t っていうこういうのに書いておいて、やると、 まあこいつを元にメイクファイルを作ってるんで、それであのビルドしてくれる。まあ、そういうツールですね。こういうのがあのロスの中で使われてます。はい。76%まで来ました。そうです他なんかついでみるもありますか、ね、ライセンス。ヘッドライセンスですね。えー、ライセンスです。進んでみましょう。まあ、こんなふうにちゃんとライセンスのファイルありますね。 三つ不ボールあるで、ね、これ3条法の BSD ですね。っていうふうに。あの、これが今1個、これソフトウェアのロスパッケージなんですけど、あの、まあ、こういうふうにですね、ちゃんとライセンスを置いて、あのビルド手順を置いて、あとはこうパッケージ XML って、こんなのありますね。あの、あの、システムを少し人間が読んで理解することもあるんですけど、あの、例えばメインテナーはこの人ですとか、 あのオーサーはこの人ですとか、あとライセンス BSD ですとかこう書いてあったりとか、えーと、あとはそうですね、依存するライブラリーですね、カトキン使います、リブ SSL 使う、ブースト使うっていう風うに、まあ、こういう風に書いておくわけですね。はい。こういうのもあります。まあこれは人間が読むと何使うかっていうのが分かりますし、あの自動でこうパッケージインストールするっていうのもちょっと講義でやんないですけど、えー、とこれ読んであのやったりしますね。 はい。えっ、ー、と、はい。あ、これで終わってました。はい。えー、で、えっ、ー、と、これであの使えるようになります。で、早速やっていきますね。えっ、ー、と、まずですね、で、これが動作が結構めんどくさいですね。えっ、ー、とですね、まず、ロスコアを立ち上げます。多分もう今立ち上がってんのかな。ロスコア、立ち上がってないか。えっ、ー、と、で、ちょっとバックグラウンドで立ち上げましょう。全然これつける必要ないんですけど、あの端末1個節約できるんで。で、これでロスコアを立ち上げます。 で次に、えー、とカメラを立ち上げると出ますねで。カメラ、デバイスファイルです。デブビデオなんとかで、ね、ありますが、10、11、12、13。なんだこれって <laughs> よくわかんないですけど、これ1個挿すとですね、えーと、ユーザーがこうやってカメラをこうパチッと1個挿すと,、えー、と、多分ですね、1っていうのは、0っていうのができます。あ、できましたね。デブビデオ0ってこうできますね。えっ、ー、と、これがあの今、 こいつです。こいつのデバイスファイルですね。これができます。で、えー、とこいつはできたのを立ち、えー、と確かめて、ロスランの CV カメラというパッケージの CV カメラノードというプログラムを立ち上げてください。そうやります。でこれ、あの、何も出てきません。ちょっとワーニング出てきますけど、別にここにカメラ画像がバーッと出てくるわけじゃないんですね。 で、えっ、ー、と、これ今、プログラム1個立ち上げました。で、もう一つプログラムを立ち上げましょう。えっ、ー、とですね、ロスラン。ちょっと一回ソースした方がいいな。えっ、ー、と、今、パッケージビルドしましたよね。そいつはちゃんと反映するようにもう一回ソースをして、ロスランのウェーブビデオサーバーっていうパッケージのウェーブビデオサーバーという、ああ、で あー何ロスランが、ああ、これ、あれですね。デスクトップでした。Windows では間違いないですけどね。よいしょ。はい。そうね。えっ、ー、と、ソースの、えー、とバッシュ RC の、あ、そっか。僕今、たまス立ち上げたばっかりだから、これ自動的にやってくれるから、やる必要なかったんですけど、まあ、ロスランの Web ビデオサーバーの Web ビデオサーバー でまあ、こんなふうに動き出します。で、これ、あの、書いてある通り、waiting for connection on 0000-8080と書いてあります。これ、あの、ポート番号8080 80で、TCP の8080 80で、えっ、ー、と配信、カメラ画像を配信してますよって、まあ、そういう意味になります。で、えっ、ー、と、これ今、ラズパイの、この中でやってるプログラムですけど、ブラウザでこれ見れるようになります。これ、まだ別のマシンですよね。えっ、ー、と、これで,です、g u でまあ、ゲストである必要はないんですけど、1921681101。これあのの、ラズパイの IP アドレスです。で、これでポンってやるとダメだ。えっ、ー、と、そうなんです。ポート番号入れないといけないですね。8080 80と、まあ。ポートとかいうのは、あの第8回の,あの裏の、なんでしょう、余裕ある人用ビデオにちょっと書いてありますので、もし、もしですまあ、見た方がいいですね。見ておいてください。で、こうやってやると、なんか、アベラブルロスイメージトピックスって出てくるんで、 で、イメージローっていうのをポンとやると、わかりますちょっと暗いですけど、ウェブカメラの画像が、おりゃー、おりゃーって、こんな風に、えー、映ります。はい。手なんか見ても面白くないです。ちょっと、猫いれば猫で映そうかなと思ったんですけど、ちょっと別の部屋にいるんで。えっ、ー、と、まあ、こんな風にあの見えるわけですよね。だから、えー まあそうですね。まあお手軽ですよね。こんな昔だったらこうカメラつないだらすごいプログラム書かないとこがこういうふうに見れなかったのはまあ簡単にウェブ上でこうやって見れるようになっているということですね。はい。ちょっと立ち上げっぱなしにしておきましょうか。えっ、ー、と、はい。よいしょ。はい。まあ、こんな感じで使います。お手軽ですよね。ソフトウェア、何も自分でプログラムしてないですよね。 ただダウンロードしてコンパイルかけていくつかプログラムを立ち上げるとこういうふうに連携してくれて機能が実現するということになります、はいで。で、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 このまんま便利だねっていう分かったところで細かい話をしてきますけど感動の経営のうちに。で、えっ、ー、とですね、で、今プログラムいっぱい立ち上げましたけれど こ一個一個のプログラムのことノードと言います。ロスの用語です。でこれはまあユニックス系 OS でいうプロセスの言い換えにすぎないんですけど、まあ、ロスではノードと言います。で、えっ、ー、と、今立ち上げたのは前のスライドでやりましたけど、CV カメラノードと Web ビデオサーバーですね。端末でまだ動いてますね。えっ、ー、と、こいつ、この端末は今 Web ビデオサーバーが動いてて、でこいつはそうですね、あの CV カメラノードが動いて 2つプログラムが動いているということです。で、ノードは、えっ、ー、と、さっきも言いましたけど、連携して動きます。CV カメラノードはカメラ画像を Dev ノ、まあ、ビデオゼロから撮ってきて、ロスとか OpenCV 用の形式に変換してまする。まあ、ロス用の形式ですかねで。で、Web ビデオサーバーは変換されたデータを、これあの、くっついてないですよあの。こいつは画像垂れ流しで、で Web ビデオサーバーは、 垂れ流されてるのをガスあさってきて、ウェブ配信してます。かこの2つ連携して動くっていうのはちょっと表現がよくなくて、実は連携してないんだけど、あの片方は出しっぱなし、片方はあさって、まあ、こう機能が実現されるということですね。あのお互いに知らないはずです。あ,のあ、知ってんのか知ってんのかごめんなさい。あんまり細かい内部の話。 しだすとあのざっくり説明ができなくなりますけど、えっ、ー、とまあ、目々勝手にあの配信したりデータを出し入れして、こうやって連携して動くということになります。えっ、ー、とそうですね。で補足ですけど、えっ、ー、とまあ、で、ロス、ノード、何動いてるかなっていうのはあの、ロスノードのリストというのを打つと、まあ、確認できます。で、ノード、あの立ち上げたプログラムと名前違うことがあるんですけど、えっ、ー、と1個は CV カメラが動いていて、 もう一個は Web ビデオサーバーっていうのが動いているというのは、まあ、これで見れます。あの、面白くて、ディレクトリーみたいな感じでえ表示されます。あと、ロスアウトってありますけど、これなんかログハクやつですかね。えー、まあこの三つが今動いてるよっていうのがわかるんですね。トップで見てみましょうか。トップで見ると、まあ、そうですね。今多分結構動いてるから負荷高いと思うんですけど。うん、ちょっと。 画面の字がでかすぎて見えませんね。えっ、ー、と、そうですね、えーうん。これが今上にの CV カメラノードで、で下に Web ビデオサーバーのノードがいますね。だから、リラックスから見るとまあ単なるプロセスなんで、こんな風にプロセスで見れる。はい、メモリの独立したプログラムとして2つとも動いているということがわかります。で、えっ、ー、とー、はい。 で、まあ、ノードツナはこういうものです。まあ、プロセスです。はい。いいですね。で、えっ、ー、と、で、次。で、次、データのやり取りの話ですね。で、今度はロストピックリストとってみましょうということで、まあ、素直に打ってみましょうか。えっ、ー、と、ロス、別にここのディレクトリである必要ないんで、ホームに戻って、ロストピックリストとやりますと、あの、さっきより一個余計に出てきます。で、これ何かっていうと、データの、あの、入出力口です。 えーとですね、どうなってるかっていうと、ちょっと暗いな。まあ、見えるか。今、CV カメラっていうノードと、ウェブなんとかかんとか、2つノードが動いています。 で,で、CV カメラは、えっと、内部で、デブのビデオ0を、かけましたけど、ビデオ0、デバイスファイルを読んで、なんか読んで、で、データをこうどっかに吐き出してるわけですね。で、この吐き出してるのが、ここで CV カメラ、イメージ、 どうも、位置がよくない。えっ、ー、と、上に書きましょうか。でが、CV カメラの、ちょっとはしょりますけど、えっ、ー、と、イメージローですね。図です。です。要は、この書き出し口に名前がくっついてるんですね。で、こいつのことをトピックと言います。ロストピックリストでやると、このトピックの一覧が出てくるということですね。 で、えっ、ー、と、で,で、まあ、ウェブビデオサーバーの方は、えーと、こいつを見てるわけですね。だから、あ CV カメラ、イメージローってあるっつって、たぶんデフォルトでここ見に行くんですけど、じゃあ、ここからデータ取ってこようということで、えっ、ー、と、まあ、こういうふうにう、間接的にこうやってつながってるわけですね。で、データがこう流れるということになります。はい。同じく見ます。 で、えっ、ー、と、で、これ、あの、中、のぞき見することができます。で、さっきも言ったように、完全にくっついてるわけじゃないんで、これ、1対1でガチガチでくっついてたら、外から見れないんですけど、あの、こいつらは、あの、別にこれ、どこからも見えます。どのノードからも自由に見ることができて、同時に。で、そういうロス、例えば、こう、端末から見ることもできて、ロストピックのエコーの CV カメラの、えっ、ー、と、イメージロード。こうやってやると、 まあこうバーって数字出てきますけど、これあの要は画素の値ですね。RGB の、RGB かなんかよくわかんないですけど、RGB ですね。RGB の数がバーって出てくる。こう隠すと多分ちょっと値変わってきますけど、ちょっとわかりにくいですね。こんなふうにダーっとデータ流れてます。で、面白いのはこれテキストで流れてるんですね。どうもロボット屋だとですね、ギチギチにデータ冷たくてバイナリーで送りたい。 ここなんですけど、やっぱりですね、テキストでこうやって送んないとですね、デバッグすごいめんどくさいんで、テキストで送られています。で、これ、あの、ちょっと止めてみるとですね、あのヘッド C の300、こうやってあの、上の方だけ見てやると、ちゃんとこうやってヘッダーがついてて、ここで見るといいんですけど、あの、何番目の画像かとか、えっと、いつ捉えたものかとか、えっと、画像、画像の大きさとか、 えっと、エンコーディング BGR8。8ビットの RGB であるとか、えっ、ー、と、ステップとか。まあ、データ、あとはこう、データが上がって流れたりとか。まあ、こういうふうに、あの、ちゃんとデータが体系化されて出てきてます。あ、ちょっとこれ、インデント抜けてますね。本当は、あの、こう、インデントがあります。で、これ、よく見ると、YAML 形式ですね。あの、テキストの送り、あの、なんでしょう。 テキストのでこうやってデータ構造を表すときの書式の一つなんですけど、Ruby でよく使われるんですけど、YAML でまあこういうふうに、えー、記述されています。はい、本当はこれ、インデントがあります。で、このデータのことをメッセージと言います。よくトピックとメッセージって今度し,しがちなんですけど、この口のことをデータを掃除口のことをトピックって言ってあの、中に流れてるデータのことをメッセージと言います。はい。同じ仕組みですね。 はい、でノードとトピックの関係ということ,で,、えー、とで、各ノードがトピックを通じてメッセージを融通することで、全体として仕事を行いますということです。今言った通りです。でこれがもうどんどん,どん,どんロボットだとまあいろんな機能があるので、複雑に絡み合って、まあ、絡み合ってってやるとちょっと良くないんですけど、まあ、整然とこういろんなところでデータの受け渡しが行われて、いっぱいプロセスが動いて、ロボットも動くと、まあ、こういうふうになるわけですね。 はい。で、えー、っとですね。で、あとは大事なのは、ノードはだから送信する側と受信する側があります。まあ逆に、あの、こっちから出して、こっちから取ることもあると思うんですけど、という一つのノードは、あるトピックがデータ出したり、あるトピックがデータ受けたりします。で、その時の役割のことをですね、パブリッシャーとサブスクライバーと言います。パブサブモデル。あの、さっきのスライドで、パブリッシャー・サブスクライバーモデルって出てきましたけど、まあそういうものです。 で、データを出す役割のノードがパブリッシャー。が出す。で、データを受ける側がサブスクライバーと呼ばれす。これよく使う用語です。はい、えー。で、で、まあ、さっきから言ってますけど、この構造だとノード,なじゅノードの柔軟な組み替えが可能になります。えっ、ー、と、まあ、インターフェースが同じならプログラムを取り替えられる。これはインターフェースって言ってますけど、まあ、型ですね。型。えっ、ー、と、型が同じこう。中に流れるデータ。 型が決まってるんで、さっきの YAML でデータ構造決まってましたけど、あれ決まってるんで、えー、とこの型を例えば、そうですね、このカメラ、いろんなカメラありますけど、あとは CV カメラだけじゃなくて、他にいろんなソフトあの別のパッケージ使うっていうこともあると思うんですけど、出力のフォーマット型が一緒だったら、えっと、こいつは受け取れるわけですね。逆にあのこいつ 実はこれ昔 MJPEG サーバーって古いパッケージがあったんですけど今これ Web ビデオサーバーになっていてあの受け取り一緒のトピックでやるんであの置き換えるだけであの新しいのに変えれるっていう、まあ、ちょうどそうですねちょっとまあそういう便利な、えー、目に合いましたけどあのこ,れあこれ古くなってもうないのを捨てたらまあこれがあってですねあ使えるんだっつって。 で,えー、とで、使うときにいろんな設定いじんなくても、あのこいつ取り替えるだけでまあ動いたんで、トピックが一緒のものを使うから、そういうことは可能になったということですね。はい、でであとはそうです、ね、CV カメラだけ立ち上がっててもちゃんとシステム動くし、ウェブビデオサーバーだけ立ち上げてもちゃんとシステム動くというのは落ちないという意味で動くんであの、どっち先に立ち上げてもいいとか、まあ、そういう柔軟な。 システムになります。当然、まあ、機能を提供するときは両方動いてなきゃいけなくてないんですけど、えー、とそういうふうに緩く連携して動くということが可能になるということですね。粗結合ですね。逆のは密結合ですね。どっちがいいかっていつも論争になるんですけど、えー、とロスは粗結合と言えます。はい。で、次。えっ、ー、とロス、さっきちょっと見ましたけど、Web ビデオサーバーの中身見てみましょうということで、パッケージの構成ですね。で、ls を打つとですね、 まあこうパッケージの中で ls、ls って打つより l って打つとですね、あのディレクトリにこ,うこんなの入ったりするんで l ってここで打ってますけど、えーとまあ、こんなふうなファイルが並んでいます。で、えーと、さっき言いましたようにパッケージ XML ってあって、こいつに依存関係とかが、他はどういうソフトウェアを使うとか、書いたの誰ですとか、ライセンスないですとかいうのが書いてあります。これのことをパッケージマニフェストと言います。まあ、こいつがあると安心するわけですね。あのえーまあ、最低限。 これあるだけで使い方をわか、まあ、感のいい人なら分かるし、あと誰に連絡取ればいいとか、どういうふうなライセンス気をつけなきゃいいかっていうのは分かるわけですね。あとは cmaklist.txt があります。これ cmake のスクリプトということで、ビルドでどういう手順でビルドをするかっていうファイルですね。あります。もう一回見てみましょうか。でスの cmaklist。こんなふうに書いてあります。 シープラーのは特に複雑ですね。あのシープラのバージョンとかいろいろ書いてあったりします。はい、あとパッケそうですね、はい。あとはコードですね。でコードはですね、あのシープラの場合は src にそのソースがまあ,ありますね。cpp いっぱいあります。えー、とあとは、えー、と複雑だったらヘッダファイル分けると思うんですけどあの、こうやってインクルードのファイル、ヘッダファイルもあったりします。 大事なのは、こうやって、src とかインクルードとかディレクトリの名前大体決まってるってことですね。これ、初めて見たときも、あ、ここに何があるかなってのは分かるわけですね。これがロスの作法ですね。ということで、ロスのパッケージっていうのは、こういうふうにきれいにファイルが並んでいるのを使う方も期待するし、実はちゃんと並んでないとビルドが通らなかったりするということですね。これであの いろんな人のソフトウェアを使い回すのがまあ楽になる。まあ、そういう仕掛けになります。で皆さんにもえと課題2でロスのパッケージ作っていただけますけど、こういうふうにきれいに並んでないと大減点になってしまうということになります。はい、で、まあ、で大事なんでもう一回言っておくと、単に行動を書きゃいいやっていう感じではなくて、他の人やシステムが使うための情報が整然と並んでいるというのがまあロスのパッケージです。はい で、次、えっと、早速、じゃあ、書いてみましょう。プログラミングです。はい。で、まず、手順。こういうですね、パッケージを作る、ノードを作る、パブリッシャー、サブスクリバー、スクライバーを作る。やっていきましょう。で <laughs>、まず、パッケージを作ります。で、えっと、そうですね。作りましょう。えっと、場所はですね、まあ、こ SRC の下です。 はい、でここにカトキン、今こうパッケージ2つありますけど、もう1個目作ります。カトキンクリエイトパッケージと。ここでまあマイパッケージにしておきましょうか。ロスパイと。でまあ、こういうう書きますで。これ何かっていうと、パッケージの名前がこれです。でロスパイってこれ依存するライブラリの名前ですね。でこういうふうに並べます。これ依存するライブラリがいっぱいあれば、ずらーっと並びます。まあ、最初なんで、Python で えっと、ロスのロードを書くときのロスパイっていうライブラリだけを使います。で、こうポンとやります。で、やると、えっ、ー、と、マイパッケージっていうディレクトリーができるんで、こん中に入ります。もう CMAC リストとパッケージ XML があるんですね。で、そうですね。で、まあ、そうですね。まあな、早くコード書きたいですけど、慣れないうちはです。えっ、ー、と、先にこれ書きましょう。あの、パッケージ XML の中書いて、 ま、とりあえずはそうですね。メインテナー。誰が管理してるかですね。エグンプルした、まあ、こうやって書いてですね。まあ、こういうふうに書くわけですね。まあ、こんなふうに書いておきます。ご覧で、ここでライセンスも先に忘れないうちに書いておいた方がいいですね。まああまあ、BSD に合わせておくといいですね。4つのパッケージは。あの そうですね、自由に使ってもらいたいときはですけど、えーまあ、PSD と書いておきます。で、これでまあ、で、小こでは使う,、えーとまあ、使うか、あの課題にもそうしてもらいますけど、もうこの時点で GitHub に上げちゃうのがまあ普通です。えっ、ー、と、そうですね。やっちゃいましょうか、ついでに。えー、と私、いつもハブっていうコマンドをつく使ってるんですけど。えっ、ー、と。 ありますね。えっ、ー、と、これでギット。これちょっとあの、慣れないうちはちょっと一緒にやるとよくないかもしれないです。もう、今ちょっとちょうどギットの話してます。うん、マイパッケージをギットのリポジトリにします。で、ギットアッドの A で、ギットアッドのハイフン -A で、えっと、g ットコミットの M のイニシャルコミットと。 こんな感じで、リポジトリにして、で、これでハブっていうコマンドをハブクリエイトってやるとですね、できるかなちょっと待って、ちゃんと、えっと、ビットコンフィグありますね。メールアドレス出てますけど、まあいいや。えっと、ハブクリエイトってやると、マイパッケージっていうリポジトリを作ってくれます。で、えっと、 アンオーソライズと。そっか。えっ、ー、と、どうなんだ、これ。まあそうですね。まあ、いろいろは怒られてますけど、そうですね。やめておきましょう。えっ、ー、と、まあ、こうやって作ったりします。で、えっ、ー、と、慣れないうちは、えっ、ー、と、ギターブのサイト行って、マイパッケージっていうのを作ればいいですね。つか、まあ、作ればいいのか。もう、あるような気がするんですけどね。えっ、ー、と、マイパッケージ。あ,ありますね。 もうありました <laughs> ので、まあ、これ作ったものとします。えっ、ー、と、作り方とかは、ええー、Git の講義にの回を見てください。ごめんなさい。えっ、ー、と、まあ、こう、パッケージを作って、で、まあ、これで、あの、プッシュしたりして、あの、開発を進めるっていうのが、まあ、普通です。はい。よいしょ。で、ちょっと、 話脱線しましたけど、ちょっとロスの話に戻ります。まあ、この時点で今言いたかったのは、えっ、ー、と、まあ、普通は GitHub のレポジトリ作っちゃって、まあ、消えますからね。ラズパイはコードよく消しちゃったりするんで、初期化しちゃったりするんですが、あのその時にコード消えないように、えー、GitHub に上げとくといいと思います。で、えっ、ー、と、で、上げたら、えー、パッケージ内にスクリプトというディレクトリを置きます。 やりましょう。えっとですね。で、えっ、ー、とで、シブラの場合は、こう、SRC の下だったんですけど、Python で書く場合は、スクリプトですね。スクリプトなので、ちゃんとこ,うここに置こうということですね。はい。で、これ作って入ります。で、次。で、早速もうプログラムをします。えっ、ー、とですね。パブリッシャーを1個持つノード、カウントパイを作りましょうということで、 やります。カウントパイ。えっ、ー、と、ユーザー、リン、エンブ、Python3 と。えっ、ー、とえっ、ー、とですね、部分数20.04のロスから Python3 になってますんで、去年まで Python2 だったんで、ちょっとよくないなぁと思いながらもやってたんですけど、えっ、ー、と、まあ、堂々と Python3 使います。From メッセージ、メッセージ、インポート、イント32。これ、あの、型をインポートするということをやってます。イント32、32ビットのイント型を、えー、とロスで送信するためのこれモジュールを今読み込みました、はい。Python なのに型、ちょっと意識しないといけないですね。まあ、Python でもまあ型はあるんですけど、まあ、こうやって明示的にイント32っていうのが Python のコードなのに出てきます。で、Rospy、えっ、ー、と Rospy はあのここで読んでますね。さっきもあのパッケージ作るときにあの使うよって宣言しましたけど、早速使います。Rospy の init モードですね。えっ、ー、と c o u n とこういう風に書きます。これはあのノードを初期化するです。文字の通りノードをカウントって名前で初期化します。で、publisher を作りましょう。Rospy、publisher、えー えとでパブリッシャーの、えー、とトピックの名前はカウントアップにしましょう。で、型はイン t 32です。で、Q サイズ。あの、要は操縦しうまくいかなかったときどれだけ貯めとくかなんですけど、まあ、実は私はあんま詳しくないですけど、まあ、そうですね。あのー、基本的に垂れ流しのデータはまあ1でいいと思います。はい。 あんまり昔、例えばセンサーとかのデータをですね、これ、ためにためまくると、昔のデータをあのなんか読む方が読んじゃうことがあるんで、あんまりためない方がいいので、9のサイズを1とですね。で、例と、場合によります。で、これでパブリッシュチェックを作ります。これであのデータ送信できる準備ができてます。で、次に、えっとですね、定期的にフォワイル文でデータを送ろうとしてますんで、 えっと、で、普通にファイルでスリープとか使えばいいんですけど、あの、ロスの仕組みを使います。えっ、ー、と、これでレートっていうふうに、10Hz で動かしますっていうのの、なんかオブジェクト1個作って、で、これがあの、送るデータで、ファイル、ノットロス、パイ is, シャットダウンえっ、ー、と、これで方文書きます。n プラス1、n を1個足し、えっと、pub の publish。 N これであの、えっ、ー、とですね、これ今何やってるかっていうと、これパブリッシャーですよね。で、パブリッシャーのオブジェクトに数字1個をプラスして、パブリッシュしてくださいって今頼んでる。だからこの瞬間、データがポンと飛ぶわけですね。で、データを飛ばしたら、レートスリープと、えっ、ー、と、こうやります。で、これで 10Hz で動いてくれます、はい。スリープだとですね、こう処理手間取ると 10Hz っつってもだんだん遅れていったりするんですけど、これあの、 ロスの仕組み使うと 10Hz きっかりで、こう、ぐるぐる、ホワイル文が流れてくれます。はい。まあ、そんな難しいコードじゃないですよね。何の変哲もない Python のコードで。で、Python 書いたことない人は、まあ、Python はあのノリで書くもんなんで、あんまり気にしないでください。まあ、読めはしますよね。まあ、こんな風に書きます。はい。で、これで書きました。で、えっ、ー、と、これ動かしてみましょう、早速。えー、そうですね。 で動かすときどうしましょう一応あの、パブリッシャーのおさらいぐらいしておきましょう、えっとパブリッシャー今これこう書きましたけど、あのもう一遍言うとトピックの名前はカウントアップにしました。で、データ型が必要です。送るときに。で、それをイント32にしました。で、こういう n っていう数字を1個イント32ビットのイントで送りますよというふうなものを書いたわけです。で、動かしましょう。えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、ロスコアを動かします。ちょっとカメラ切りましょうか。 えっと、そうですね。これ、コントロール C。さっきまでカメラ動いてたノードですね。ケチときます。で、えっ、ー、と、ロス、こいつ切ったらエラ、えーがちえっと、ロスコアもう動いてるのかなロスコアはですね、あ、動いてなかった。あ、動いてますね。あの動いてるとこエラーが出ますんで、これ動いてるってことで、ロスコアを立ち上げて、で、えっ、ー、と、次に、今これコード書いたのを、ls の l ってやると、 あのここフラグ X 立ってません。実行のパーミッションがないですね。なので、パーミッションつけます。X 足してください。実行のパーミッションを足してください。で、こうやってやると、あの、X つきます。これで実行できます。これ忘れると、ファイルがないっていうエラーが出ます。実行権限がないじゃなくて、ファイルがないっていうエラーが出て、ちょっと混乱の原因になりますんで、これ忘れないでください。で、で、で,で、で,で,で、で、えー、っと、動かしましょう。 これどこでやってもいいんですけど。じゃあ、せっかくだから全然違うところで、ホームで、ロスランパッケージの名前、マイパッケージ、カウント、スペルミス多いな <laughs>。カウントドット、パイと。で、これで動きます。で、ノーモジュール、ネームドブスターのメッセージ、えっとですね、カトキンメイクがいるかもしれません。一遍カトキンメイクしときましょう。 カトキンメイクをして、ごめんなさい。ちょっとこれスライドに書いてない手順なんで、混乱するかもしれないんですけど、えっと、ま、カトキンメイクをして、で、えっと、こうやっとくのが、あの、安全ですね。ソースしといて、で、これでもう一遍、ロスランマイパッケージ、あ、変な記号を打ってしまった。えっと、はい。 うん、うんコードを間違えてますかねあ、S 抜けてる。S 抜けてる。ごめんなさい。カトギンメイクいらなかったですね。えー、っと。はいはいはい。即興で書いてます。間違えますけど。で、これで OK か。これで、じゃもう一回いきますよ。取り直して。 で、これで多分動きます。<laughs> 間違い多いっすね。えー、っと、そうですね。最近プログラムしてないのが。ですね。ここ多分小文字ですね。パブリッシュ小文字ですよね。p はい。これでどうでしょう。もうこれ。立ち上げたまま動かしますけど。はい。これで動くかな。で、動くと、あの、何も返ってきません。 えっと、普通プログラムってこれ叩くと、あの、標準出力から字でできて、あ、動いてるなって分かるんですけど、あの、ロスの場合、あの、要は、トピックからデータが出るんで、これ何も出てこないわけですね。あの、ログは出てきますけど、ちゃんと書けば。えっと、それで、動かしましたら、あの、ロストピック、ロスノード、まずですね、これ動いてるのを確認しましょうか。えっと、ロス、 ノードのリストでやると、あの、さっき作ったカウントってトピック、あ,あ、そうですね。カウントってノードで作りましたよね。カウントドットパイ。なので、ちゃんとノードがあるなってわかります。で、ロストピックの、今度トピック見ましょう。ロストピックの、えっと、リストで見ると、カウントアップ。 パブリッシャーのところで作りましたね。えー、とトピックがあります。じゃあ、ちょっと中見てみましょう。ロストピックのエコーのカウントアップとやると。あ、動いてますね。N1 個ずつ足して10ヘルツで出せなので、まあ、1秒間に10ずつこう数字が上がってこう出てるということになります。で基本的にあのこう非同期全部非同期で動くんで、こう、のき見してるやつはこう立ち上げたり立ち上げたり、あの切ったりしても、あの、 こうやって動き続けてるわけですね。こうやって見ることができます。はい。じゃあ、これ動かしておきましょう。はい。で、次。で、今度はですね、サブスクライバーを1個持つノードを書いてみましょう。twice.py。この記述します。えっ、ー、と、そうですね。うん、まあ、コード書いてから、書きながら解説しますけど、twice.py、えー。ト えっと、ユーザービン演武の Python3 ですね。えっ、ー、と、で、えー、インポート、えっ、ー、と、ロスパイです。えー、やって、フロム、ここら辺一緒です。コピペした方が良かったですかね。えっ、ー、と、で、同じデータもらうんで、も同じ型のもの読み込む必要があります。で、えっ、ー、と、デフの、 えっと、そうですね。ちょっとメインから書いていきますけど、if、いらないですけどね。name。Python 勉強すると、ちょっとやることなんで、ちょっとまあやめておきましょう。ちょっとベタ書きしますと。えっとですね、ロスパイ n ニットノード twice これであの twice というノードができます。で、えっと、今度サブスクライバーを作ります。ロスパイのえっとサブスクライブと。 えっと、で、カウントアップ。これ、要は、あのさ、パブリッシャーとこれ名前合わせておきます。そうしないと受信できませんよね。えっ、ー、と、パブリッシャーが作った、えー、トピックをこう、聞くためのサブスクライバーを作ります。で、型はイント32です。で、えっ、ー、とですね、で、これデータを受け取ったときに動かす関数をここで一個指定します。えっ、ー、と、で、ここに定義します。 で、fcb。とりあえず今、パスと。何もしないと書いておきましょう、えーと。で、こういうのをコールバック関数といって、あのー、基本的にこう受ける側はですね、これ、非同期で動きます。だから、データを受信したらですね、この関数がポーンと呼ばれると、えー、考えてください。はい。で、ロスパイ、スピンと。これ、終わるなよって意味です。えっ、ー、と、これがないと、あのこのままサブスクライバー作って、 プログラム集中しちゃう、えー、と終了しちゃうんで、あのこうやってあの終わらないようにしときます。スピン。動き続けろと。でこれであのデータが来るたびに、この CB って関数が呼ばれて、処理がされます。で、で、その処理書きましょうか。ロスパイのログインフォ、えっ、ー、と、メッセージ、えっ、ー、と、データかける2で、これ何やってるかっていうと、メッセージ、データ受け取ったら、その値、 メッセージドットですね。その中にデータっていうアトリビュートがあって変数があって、それと2倍にしてログとして吐き出しなさいということですね。えー、いうことになります。だからこれはあの画面に数字が出てきます。で、これ動かしてみますか。動かす前にもう一回おさらいですかね。えっ、ー、と、えっ、ー、とですね。ちょっともう一回おさらいをすると、えっ、ー、と、今書いたサブスクライバー、カウントアップという名前のトピックを サブスクライブ。日本語で言うと、購読します。で、型は合わせとかないといけません。インプ3人です。で、データを受け取ったときに CB という関数で処理をします。ということで、えっと、CHMOD のプラス X の TWICE と。で、ROSLAN の MyPackage の TWICE ですねで。こうやってやります。で、やると、間違えてたー。<laughs> 間違えてたー。なかなか一発でいかないですよ、これ。何何 あそっか、カッコ抜けてますね。どうも最近、やっぱりプログラム考えてないんだ。メッセージ。ちゃんとあの引数で受け取らないといけない。です、ね、このメッセージはあの、裏から飛んできます <laughs> えと、えー。このプログラムだけ見てても分かんないですけど、あの飛んできます。サブスクライバーで。で、えー、とでこれで実行してみましょう。すると多分、ログまただい サブスクライブを文字で書いちゃって。えっ、ー、と、まあ、こんなもんですね。プログラムで飯食ってるようなもんなのに。えっ、ー、と、しかもなんか、端末が言うこと聞かなくなりましたねこれ。えっ、ー、と、ちょっと待ってください、ね。消して。はい。 使ってない端末で。my パッケージの src、スクリプツですね。スクリプツの twice と。えっ、ー、と、ま、あビム途中で終了すると、あの、ちょっと待った。twice。あ、大丈夫だった。えっ、ー、と、ま、あいいや。えっ、ー、と、ま、あここ文字に変えて、で、今度こそ、ロスラン、えっ、ー、と、マイパッケージの twice と走れ。またか。 サブスクライブというものがないと。スパイ、サブスクライバーなんですね。そっか。サブスクライブする人だから、サブスクライバーなんですね。失礼しました。で、これで動くでしょう。またなんか変なもんち。あ、まあ動きましたね。これで、あの、わかりますこうやって画面上に数字が倍されて出てきます。で、えっ、ー、と、この数字どこから飛んでくるかっいうと、さっきのカウントドット倍から飛んできてるわけです。 からカウントってノードとトゥワイスがいてでここがえと何でしたっけカウントアップですねでトピックでデータ数字が1234って流れてきてでこいつが2倍して2468っていうふうにこう これは端末に出しています。端末に。パソコンのモニターですね。ここにバーって出してると。まあ、こういうものが今できたわけです。だから2つのプログラムが強調して動いているということになります。はい。よろしいでしょうか。で、えっ、ー、と、で、今これやったので、まあ、これは飛ばしています。ロス版、ロスランマイパッケージカードパイですね。で、なんか、バグがあるとああいうふうに怒られるという感じです。録画よく読みましょう。 はい、で、えっ、ー、と、で、さらに、さらに、そのノード3って書いてありますけど、トライスにちょっと手加えます。でこれだと、あの、画面出てきてるんで、これ2倍してまたトピックに出すっていうことをやってみましょう。というのが、この改造で、ちょっとまたやってきますね。えっ、ー、とですね、こいつ今、サブスクライバー持ってますけど、パブリッシャーも作ります。パブロスパイの、えっ、ー、と、パブリッシャー。 で、トゥワイスというトピックに、えー、とインやっぱりインと32で、9サイズ1で送ります。で、えっ、ー、と、ロスパイスピンちょっと消して、えっ、ー、と、でこ、今度はあの送りっぱなしにしなきゃいけないんで、フォワイル分書きます。さっきと一緒です。0とロスパイの0と10、10ヘルツで送ってください。で、フォワイルの not とロスパイイズシャットダウン。えー、まあ、こんなもんですね。で、パブリッシャーでパブリッシュして、えっ、ー、と、ください。N どこから来た ?N どこから来た ?N はここに書いとかないといけないですね。ちょっとグローバルで n を定義しておいて、で、コールバック関数で、えっ、ー、と、グローバルの n に対して、で、こう、さっきはログを出してましたけど、消しましょう。えっ、ー、と、n をメッセージのデータかける2にしますで。受け取った、多分これ、えっ、ー、と、サブスクライバーでカウントアップから受け取った数字を2倍して n にセットということですね。で、こっちで2倍した n をパブリッシュすると。 もう見ておとおり、やっぱり非同期で動いてますよね。マルチスレッドで動きます。で、えっ、ー、と、送ったら、ちょっと休めよということですね。えー、こんな感じですね。これで、あの、この twice は、えっ、ー、と、さらにここにトピックを出す口を けけるわけで,す、ね、で、えっ、ー、と、トピックの名前は自分のノードと同じ TWICE ですけど、まあ、ここはあの別に同じでも違っても大丈夫です。はい。っていう風なコードになりました。じゃ実行してみましょう。えっ、ー、と、はい。で、今度はログは出さないんで、またこれ黙ります。黙ります。で、えっ、ー、と、動いてるでしょうか。えー、ちょっと動かしてみますよ。 s s 1, 1 ubuntu,19168-16101 と。えっと、ロス、トピック、リスト。いますね、ト w ワイス。ロス、トピックの、エコーの、ト w ワイスってやると、こうやって数字が2倍されて、どん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 出てくる。 でこれ2倍したやつまた別のノードが拾って4倍にして返してもいいわけですね。というふうにプログラムをどん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 つなげることができるようになります。これ簡単な例ですけど、ロボットだったら例えばさっきの例みたいに画像を投げるやつ、加工するやつ、使って行動決定するやつみたいにしてどん,どん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 データをたらい回しにして動くということができるわけですね。 で当然、あの、法文をぐるぐる回す1個のプログラムよりも、いろんなところで、あの、通信の遅延が生じたりして、遅くなっていくんで、まあ、ロスは遅いです、基本的に。遅いんですけど、やっぱりソフトウェアの使えますっていう観点からすると、えっと、とても有用なシステムになるということですね。ロボカップみたいに、ロボットサッカーみたいに、それが早くっていう、ちっちゃいマシン、ロボットは積んでて、早くっていう場合は、えっと、あんまり使わないで、もゴリゴリ自分たちで、 しプラプラで泣きながらゴリゴリやるしかないというとですね。もう私はそっちの方が好きです。はい。えーてな感じですね。はい。で、えっ、ー、とー、で、まあこれ今やったやつですね。えー、実行したやつなんで、えっ、ー、と、飛ばします。はい。ということで、えっ、ー、と、今もう80分喋ってるんですね。で、締めに入りますけど、えっ、ー、と、その他、で、ロスはこれだけじゃないです。もっといっぱいなんかいろいろあります。で、型ですけど、今、イント32っていう数字1個で上げるやつ。 しか使いませんでしたけど、当然あの配列をそのまま投げるとかいろいろできます。で、型はいっぱいあります。えっ、ー、と、ロス、そうですね、ロスメッセージ、えっ、ー、と、リストってやるとですね、これあのシステムで使えるこう型がバーって出てきます。で、よく使うのはですね、そうですね、ジオメトリーメッセージってよく使いますね。これあの、ベクターさんとかがありますけど、要は xyz 座標とか x y シータとか、まあこいつで投げたりするわけですね。要はロボットの位置とか、まあここら辺で、えっ、ー、と、飛ばしたりします。データ飛ばしたりします。で、あと自分で定義することも可能で、まあたいそうしますね。ちゃんと使い込むと。で、この時はいろいろ CMEC リストの中いじったりとか、難しい話が出てくるんで、えっ、ー、と、まあそうですね。露水金のチュートリアルがいいですね。そこで、えっ、ー、と、勉強するということになります。あとは研究室の先輩に聞くと。 になりますであと,、えー、と、講義でやってないのサービスですね、サービス。えー、とサービスは、えー、と今はデータこれ投げっぱなし、受けっぱなしでしたけど、最初に言ったように、こいつがこいつに仕事してって頼んで、帰ってくるのはこいつが待つ。こいつって、まあ、どのノードでもいいんですけど、えー、そういう、えー、と処理の仕方も想定してて、そいつはサービスというもので実行します。 今説明してたのトピックって、えー、と仕組みなんですけど、それと並行してサービスと、並立してサービスという仕組みがあります。えー、と読んでいくと、あるノードが他のノードのプログラムを実行するというのが、まあ、サービスの基本的な使い方で、ねえーと、トピックと異なり処理が終わるまでウェイトがかかります。呼び出しもと。だからこれ、これはトピックは非同期だけど、こいつは同期ということです。両方あると。 であとですね、トピックを組み合わせてサービスみたいなことをやってるアクションリブっていう、まあ、こういう仕組みもあります。これはですね、サービスと同じで、ノード間でプログラムを呼び出す仕組みなんですけど、あのサービスだとこれ待ってなきゃいけないんで、例えば1キ、移動ロボットに1キロ先に行ってくれって言って、サービスでやっちゃうと、頼んだ方、ずっと固まってないといけないですね、1キロ先に行くまで。で失敗しても固まったままですよね。 それはちょっとまずいんで、その時間がかかるようなでかいタスクはアクションリブで実装します。で、どんなふうな仕組みになってるかっていうと、サービスみたいなことをこういう非同期のトピックでいろいろ連携してやると、そういうふうに書きます。えっ、ー、と、で、えっ、ー、と、まあ、これをやるとどうなるかっていうと、みんな非同期でできるから、どれぐらい100メー進みましたかとか聞いたりとか、聞いたりとか、あと聞くんじゃないな。あの、サービス実行してるあーとアクション、 ごないえー、とだから、仕事頼まれた方が、今、途中経過こんだけですよって返したりとか、あとはしの仕事頼んだ方が、あやっぱりやめたとか言ってキャンセルするとか、まあそういうことが柔軟なことができるようになります。小肉ですね。まあ、こういうのも出てきたら、あそういえばそういうのがあったなっていうことで、まあ、基本はロス引きですね。そういう意味で勉強すればいいと思います。はい。ということで、参考文献あげましたが、まあ,あの、ちょっとこれ、部14時代のやつなんで、 なんですけど、偏回あのロスで始めるロボットプログラミング、これがまあ初歩の初歩で一番わかりやすいかなと思います。あと私のラズロボットがいるんです、必要なんですけど、ラズベリーパイで学ぶロ,ロスロボット入門ってやつはこれはあの原理原則みっちりやってますんで、えっ、ー、とロス自体を勉強するにはいいかな。使い方とを勉強、手っ取り早く勉強したいって本ではちょっとないかなと。と 思いますあと、デバドラーの解説も実はここに載ってたりしますね。はい。この講義にちょっと即しているところはありますので、まあ、もしよかったらということで、えー、お買い求めくださいということで、えーと、ちょっと最後宣伝みたいになりましたけど、えーと、終わります。はい。お疲れ様でした。